駆除の達人荒川角三郎78歳 VS 殺人スズメバチ、真夏の死闘に密着した。78歳の達人、あそこです。依頼者が指差した先には壁の空気口から出入りするモンスズメバチの姿があった。その数は意外に少なく見えた。しかしこの光景を一目見た達人はモンスズメバチが出入りしている真下の部屋に向かった。するとそこにはなんと天井に黒いシミがにじんでいた。はしごを登り達人が駆除に取り掛かった。すると敵の襲来を感知して無数の蜂が空気口から湧き出した。達人はそれに構わず一斉に攻撃を仕掛けてきたモンスズメバチをバキュームで一気に吸い込む。まさしく真夏の対決、屋根の上は戦場と化した。やがてほとんどの蜂がバキュームに、その数およそ300匹。続いて達人は押し入れから天井裏へと登る。78歳とは思えない身の軽さ、そして飽くなき闘争心。ついに巣がその全貌を現した。これやりました。大きいですね。これは大きいですね。それはまるで巨大な要塞だった。早速駆除を開始。これすごいな。だが入らない、ビニールに入らない、でかくて入らない、でかい、意外、いきますよ、はい、さすがの達人もこれほど巨大な巣を駆除するのは初めてだった。いや、13人で初めてです。初めて、ええ、なんと去年の巣の横に今年の巣が作られた非常に珍しい形態だった。およそ3時間巨大な巣の駆除が完了した。これからの季節ますます凶暴化するスズメバチ、達人に休む暇はない。